はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こちらの iPhone についてのね、噂が、まあ4月に入ってね、結構パラパラね、出てきてますよね。なのでね、また海外のね、情報サイトをもとにですね、まあ、ちょっと iPhone の、まあこれね、今年の新機種についてね、まあ噂を拾ってまとめてみましたんで、まあ恒例のね、まあちょっとパワーポイントのような動画ですが、ご覧ください。はい、それではね、まずね、4月18日ですよね、おとといか、こちらね、95Mac、MacRumorなどが報じましたね、KGI 証券のクオ氏、まあ、恒例のね、この方のね、レポートによりますと、まあ、こちら、6.1 インチのね、液晶のモデルっていうのがね、まあ、出ることが予想されていましたよね。これ、2月、3月でね、出てましたけども、まあそれがですね、実は、デュアルシムのね、モデルなんじゃないかみたいなね、まあことがね、結構報じられていますよね。で、これまあデュアルシムの方が650ドルから750ドル。そしてシングルシムの方はですね、550ドルから650ドルとね、まあこれ抑えたね、価格になっているというね、まあそういうこともね、この値段についてかなりね、これ報道していますよね。まあ、それで、OLED のね、ものに関しては、6.5 インチのね、まあ、これ iPhone X Plus とかってね、今呼ばれてるやつですけども、まあ、これがね、やはりデュアルシムになるとかっていう話で、まあ、5.8 インチって、まあ、今、2017年モデルでも、このサイズですけどもね、こちらはね、シングルシムのままだみたいなことがね、書いていますよね。はい、それで同じ記事の中で、こちらのね、クオ氏はですね、6.1 インチの液晶モデルについては強気の販売予測をしておりますね。これ2018年の第3四半期から翌年の第3四半期までですね、まあ、これ1億から1億2000万台売れるんじゃないかというね、まあ、非常にこの売れ筋になるんじゃないかという予測をしておりまして、まあこれね、iPhone の売り上げがね、ピーク時でね、1年間で2億3000万台ぐらいだったんですよね。これが2015年だったかな。それで、まあ最近だとね、2億1000万台ぐらいね、年間で売れてるってことなんで、まあそれのね、半分ぐらいがね、これになるみたいなね、まあそんな予測をしているということで、まあやはり550ドルというね、ものが、まあ中国や、まあ新興市場でね、まあ、この低価格帯として販売が増えるだろうとね、しているわけですね。はい、それで、まあ、同じこの内容ですが、MacRumorもね、記事として、こう書いていますけども、まあ、こちらはですね、このデュアルシムをね、支えるものとしてですね、このインテルとクアルコムの、まあ、このモデムがですね、まあ、これ活躍するということでですね、まあ、これを内蔵することによって、まあ、同時にね、2枚のスタンバイが可能になるというね、ことをね、書いていますよね。まあそれでこの 6.1 インチの液晶モデルは、まあこの iPhone X にね、まあこれ高いとかね、まあこれ画面が小さいとかってね、興味がなかったね、ユーザーに、まあ非常に人気が出るんじゃないかっていうことをね、まあこのクオ氏がね、予想しているとも書いていましてね。まあこれがね、出荷台数の 65% から 75% にもなるんじゃないかっていうことをね、言っているそうですね。そう、それでね、デュアルシムのね、何が便利かっていうね、ところをね、ちょっと語らせていただくとですね、まあ、これ、デュアルシムっていうのはね、今、大体 iPhone っていうのは、まあ、この1枚のね、SIM カードを、まあ、どっか契約している会社のやつを入れてるわけじゃないですか。まあ、それで、まあ、そうするとですね、例えば、この海外なんかに行った時にね、まあ、これ、現地の SIM カードを使おうとすると、まあ、この差し替えないといけないわけですよね。まあ、ところがね、このデュアルシムであればですね、まあ、これ旅行時に、まあ、例えば、着信用専用としてですね、まあ、これ自国のいつもの契約しているシムを、まあ、入れたままにしてですね、まあ、これローミングで、まあ、着信だけ自分でね、これ使うっていう感じにしておくとですね、まあ、これもう一つをですね、スロット空いてるところに、まあ、現地のね、SIM カードをですね、まあ、通信とか通話用としてですね、まあ、入れるっていうことが可能になるわけですよね。まあそのことによってですね、今までこう差し替えちゃうと、どうしても、この自国のいつもの番号っていうのがですね、
まあ、これ繋がらなくなるんで、まあ、これ周囲にですね、これ現地の番号これですよとか言わなきゃいけなかったんですが、まあ、それがね、まあ、着信は自動的にね、ローミングでできるようになるということでね、まあ、非常にこう働く人、まあ、特にね、外国と日本を行き来しているような方にとってはね、非常に便利になるんじゃないかと思います。ただまあ、ローミングのね、着信については、まあ、このね、ローミングの着信料をですね、この受けた側がね、取られるっていうのがね、ありますんで、まあ、そのね、頻繁にね、使えるかどうかっていう部分はね、まあ、ちょっとね、違う部分もあるかもわかんないですけどね。まあ、今はまあ、LINE 通話とかもね、ありますからね。まあ、これ手短に LINE に切り替えるなんていうのも使い方かもしれませんよね。まあ、それで、あとはね、会社携帯と個人携帯のね、こう2台持ちなんかの方が、まあ、もしかしたら番号1台にね、同居させることでですね、まあ、1台持ちに変えられるっていう可能性はありますよね。まあ、ただもちろんね、会社によって会社専用の、まあ、アプリケーションとかね、あとは何ですか、こうデータベースアクセスとかね、まあ、そんなこともね、やってる会社もあるんで、まあ、ちょっとセキュリティ考えるとね、まあ、実現が難しい会社とかもあるのかもわからないですけどね。まあ、ただこのね、まあ、この理想としてはね、1台で2番号っていうのはね、非常にこれね、便利なね、機能なんじゃないかと思いますよね。まあ、これね、一部 Android のね、携帯なんかではね、先行してやってましたからね。まあ、これの恩恵をね、預かってる方っていうのも結構いらっしゃるんじゃないかと思います。もうね、デュアルシムっていうのはね、それこそ2000年代にね、Nokia の携帯なんかの時も私はね、見てましたよね。まあ、それで香港と中国のね、まあ、この携帯2つ分入れたりしているね、香港人とか結構いましたからね。まあ、それがまあ iPhone でも実現するといったところでしょうかね。はい、それでまあこのね、550ドルっていうね、歓迎すべきお値段と並行してですね、こんな記事も出ていますよね。まあ、こちら 925Mac が、まあ、これビジネスインサイダーというね、銀行系アナリストのレポートをね、元に書いている記事です。で、これによるとですね、iPhone X のフラッグシップはですね、さらに高くなるんじゃないかという予測をしておりますよね。まあ、これ昨年 iPhone X のね、登場以降、まあ、平均単価がですね、600ドルから800ドルにね、引き上げることにね、Apple は成功しましてですね。まあ、これによってね、高価格ゾーンはですね、Apple としては維持もしくはさらに引き上げる傾向があるんじゃないか、みたいなね。まあ、そんなことがね、書いておりますよね。で、まあ、これね、関連して面白い記事も出ています。これ CNBC のね、記事によりますと、まあ、昨年の2017年の第4四半期って、まあ、これ一般的な第4四半期だと思うんで、まあ、おそらく10から12月のことだと思います。で、こちらでですね、世界のスマートフォン売上っていうのはもうかなりね、ピークに達してしまっていてですね、まあ、これ 1% 売上が減ったそうなんですよね。これ10から12といえば、まあ、普通に考えてね、クリスマスのホリデー期間が、ね、ありますからね、まあ、伸びてもおかしくない期間なんですけど、ここで 1% 落ちていたと。ところが、まあ、Apple はそんな中、売り上げはですね、1% 増えていたということで、で、その iPhone X がですね、その中で、その、世界の全売り上げのですよ、の 21% をね、これは iPhone X が叩き出したってことで、で、利益の方で言うとですね、なんと、全世界のスマートフォン売り上げの利益の中の、35% 叩き出したってことなんですよね。で、まあ1月あたりにね、出た台数が思ったほど伸びてないっていうね、まあ、レポートとはね、対照的な内容でですね、まあ、実はこれね、iPhone X はかなりこう高利益なね、製品だったってことがわかりますよね。で、まあ、これね、iPhone 全てだと、まあ、スマートフォンの全世界、全利益の 86% を叩き出していたということです。はい、そして気になるね、iPhone SE 2なんですけども、まあこちらね、4月18日に、これ925Mac がですね、このコンソーマックっていう、まあこのフランスのね、サイトですかね。まあこちらはこのヨーロッパ経済委員会のデータベースにですね、まあ、これ iOS 11搭載の端末登録を確認したということで、まあこれ大体製品出荷の1ヶ月前にね、データベースに現れるらしいんですけども、まあこれがまあ iPhone SE 2ではないかというね、ことで、まあこの iPhone 11とか iPhone X Plus っていうのはまあこれね、噂で言うと9月以降ですからね、
まあ、これは違うんじゃないかと記事で予測しています。で、同じ内容の記事をマクルーマンも掲載しておりまして、これによりますとですね、まあ、このロシア語圏の登録モデル番号が、まあ、こんだけですね、これ12ぐらいあるのかな、11かあるんですけど、まあ、これをね掲載したってことでね、まあ、いずれも既存のモデルにはない、まあ、このね番号だってことでね、こんだけあるってことはこれ何でしょうね、 iPad とかも含まれるのかなっていう感じはいたしますよね。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。今年も iPhone 祭りなんじゃないかなんてね感じがしますけどもね、まあこれ直近の SE2 そして典型の3機種、非常に楽しみですよね。それでまあハイエンド高くなっちゃうんでしょうかね。まあいずれにしてもね、高利益体質のね iPhone X、 まあこれね iPhone X を買った我々はね、まあこれアップルに貢献してんのかななんて思っちゃいますよね。ということで今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。